来を、未来を先取り。まあまあ、未来を先取りした。アンダーナイトインバースクロススピード VS ユーバイテン重勝ち。イエーイ。じゃあ、ね、じゃあまずじゃあお互いに意気込みを、意気込みをまず一言ずつ。じゃあまずはクロスちゃんから。そう、じゃあ店員からマイクパフォーマンスだよ。とりあえずこれは重要。クロスさん行こう。まだ誰も聞いてない。タイムちょっと残るからとりあえずなんかキャライソーだと勝ってんですけど、下馬評が全員ユーバリテインが勝つだろうって言われてるのがすっごいムカつくんで、まず頑張りたいと思いますね。はい、じゃあまあ始めましょうか。じゃあ始めちゃいましょう。行くよ。あー見てるか。あ、11人も見てる。やったぜ。見てるか。大丈夫、ね、大丈夫、盛り上げてくから。今あんまり盛り上げるから任して。まあ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 半分くらいね、やったら多分店員も、まあ、そうそう見てる人も増えるんで、じゃあ始まるよ。さあ、夕張店員 VS クロスピデズリハ。リップは店員さんが161万。まあほとんど一緒だね。まあ相性的にはユズリハだけど。まあでもどうなるかな。どうなるか、捕まればまあ逃げられない組み合わせではある。確かに確かに。さあ後ろで稽古がニヤニヤ見ている。ガチだからね。ガチだよ。そうそう、煽りは煽りなるべく自重して。煽りはどうしようか。なるべく自重して。いやあのね、煽り OK って言うとね、俺がダメだけど、なんでも言うから。まあ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 、ほどほどにね。じゃあまず一戦目始まるよ。じゃあ見ていきましょう。地獄シフト VS 団体の警部クロスピード。称号がクロスピードキラーになってない。悲しいな。始まって。半角じゃないか。あー見てから投げ、シールド割って、状況がいい。あーさあ透かし気は見えない。実際厄介、実際見にくい。まあファジー声でいいけどね。あそう、アイゼン通ってワンダスナガ流行らせてこら。結構早めにゴシーグラップ流行らせてこら。やばい、インメタになってやめよう。いやインメネタはなるべく自重しガチだから。そうだね。あーさあ A ドレ間に合っちゃったか。この様子にこの距離がつらい。さあ落としてしまう。投げ抜け、割れちまう。これはまあ失敗。シールドは甘え。セカンドクロー、ダイブカーだし、まあ安定行動っちゃ安定行動ね。やっぱりまずはいかにマレンが近づけるか。あれ予備やえで飛んで、さっきからしっかりつなぐ。さあ透かし投げは、まあ、もよさんが見てます。さあここ隠しない。おはようございます。さあ触りに行く。ああ投げ、投げ裏だった。わお、やえ、なんか乗り込めみたいになってます。あー拾え、これは橋までいける。読みなんですげー。あーあーいう状況は CS は譲りは、あれは運送すべきかどうかみたいなのがあるね。まあ CS 取れないと思うから運送しちゃっていい。ワンチャンいけるから、俺だったら運送しなかったって感じ。どうなんだろうね。あやえぶっ放してくる。ああやえやえ落とす。なんかイズリハのさ、やえやえってさ、すごい煽りそうなのあるよね。なんかこっちだよこっちだよみたいな。まあまあまあ、どう触りに来た。まだ時間はあるよ。でも一回触られたら死ぬ体力高いに、なんとも言えないね。まあ、テイクやいから優位に取られるけど、ね、近づきたいけど、下手に手を出すと。アイゼンは届かない。まずはクロスピデジラが一本。ああどっかメモメモ、次から次の。なんか紙ない、紙使っていい紙。あ、そういいですか。あ、ビコーラに使おう。ありがとうございます。ボロペアですか。クロスピクロ、あ、ボールペアあるってよ。早いよ。じゃあ今のうちに僕は実況してましょうか。まあまず取ったのはクロスピードさんということだよね。 5C から、全員まず距離を空いて、あー構え中だった。水木原この辺の操作がちょっと難しい。あー投げが浅くて、まあまずは画面端へ。ゲージもグリップもある。状況によってはコーマン殺せるか。うわー、あれば確かにアサルトとかに結構勝てる。
バレンツかメルカマのアサルトジャンシーは下に判定あるからね、結構小足に負けるっていうのはあるね。わお、ジャンビー、そうなんかメルカマの置きジャンビーみたいな感じだったよ。まあ実際結構めんどくさいと思うけど。よー、1位ゴーシー、ゴーシー出してくるか、コンボ落とせ、スカリにしっかり確定取って、あー取れなかった。まあ、これは終わりる。あー、ドレーン、ドルヒボーレン。さあ、ユグリハー、しかしまあ立ち回りに戻っちゃうんでね、 割ってもあんまり美味しくないところはあるねー。アイゼン案外普通の投げのが良かったかもしれないね。逃げられちまう。投げを外して、お危ない、これ投げられると割れていた。ジャンエーが強い強い。さあ、5A置いたが読まれてしまう。さあ 4B はアサルトで、ちょっと読み負けた感。これは画面端、いや倒しきる、それは無理です。それは補正が重い。まあ暴れてたね。あの多分フェア入れないとダメだと思う。ヘイワレンが、あ、100円ない。ちょっと両替してくる。あ、ちょっと両替してるんで皆さん乱入しないでください。少々お待ちください。乱入しないでください。さあ1勝1敗。あ、これゴールデンだった、シャンペンだったもん。あ、横並びで書いた方が良かったかもしれないね。まあまあまあ、これ分かるでしょ。まあいいか。さあ、まずは1-1。大丈夫ですか、今のうちにトレモでユズリハいじめててもいいんですよ。まあ、どうすかね。お疲れスピードまだこれからだ よ、これからだから。まだ2戦しかしてねえよ、誰だよ疲れスピード。ちょっとみんなもうちょっとクロスさん応援してあげてよっていう、僕は店員応援なんだけどね。応援しよう。頑張れ、頑張れクロスさん。頑張って頑張ってってか、まだ5分だから。ノーマルにまだ頑張れもクソもない、5分だよ。さあ、いつものカラーじゃない、ノーマルカラー。 あ、1-1 からどっちが先に勝ち越すか。そういう意味で言ったんじゃねえから。あ、そう。頑張ってくれみたいな意味だろうね。ワコツザキ的なあれっすか。カウントヒット、アイゼンで締めるか。グリッドは取られちまう。いい取り合いだ。あっ、おお、あ、うまい。が前出し抜けてもよかった気がする。どうなんだろうね。さあ、失敗シールドを誘ってグリッド優位を狙っていくが、カウントヒット、画面端で状況が悪い。 CS でもう我に来るでしょう。2戦目は昇竜 CS 優位取って DB、 おお、はい、読みは合っていたがちょっと距離が。さあ、ジャンプし不等痛くだが、これは確定でしょう。5位から距離を離してグリッド取って、あ、無理に近づかないとない。アイゼン、さあ、安定がしたがそれは勝てない。気になり外せなくて、あ、でも距離が開くて、さあ、ワレンターンだが逃げられてしまう。わあ、投げ暴れ、一本取るのは夕張ワレン。まあ、CS またし投げ抜けされてもいいかなみたいな感じだったのかね。まあね、あ、怖いね。さあ、どう出るか。おっ、ここは読み取って DX まで使うか。 CI 前アサルト、護衛暴れは読んでいた。押し狩りを読んだ形、補正切りは通らない。まあ、ゲージ回収。さあ、コマだけ出せれば割れていたが、いやー、エザヤの腰結構いいね。さあ、タクは良かったが負けちまう。ヤエが使って、あ、おヒットだ。おはようございます。ガチ始まってます。うまいことを触りにしたい。始まってる、もう始まってるって感じで今1位です。さあ、夕張ワレン、さあ、ジャンシー上から落ちてきた。甘えた B 先を許さない。コンボ難しかったか。さあ、ここは A 先読んでいる。だが、この距離橋はまず逃げた。さあ、どうするアイゼン届かなくて、実際ゼリハの星は結構辛いもんがあるね。西漏れたか。あっ、さあ、ジャンシー行って読み、あーどうだったか、コンボ繋げない。おー、はい、おー、アイゼン、アイゼンが漏れまくってる。あー、イグジスト出してない、多分 VO グラでしょ。
やっちゃった感ね。うわーさあコンプいけない。ダッシュビンガンピット。さあここはしっかり見ている。ゴシンからガンピット。コンプいけない。この距離が辛いね。ワレン、さあグリップがない。ワレンどうするか。まず先を耐え削らないといけないか。コンプ CI に入ってくれるなら美味しいですね。ああコンボに繋げない。ぶっ飛んできた。どれ CS が来る。カウンターヒット。中段は連続ヒットして結構痛いダメージ。ちょっと難しいね。あっどれ指繋げない。さあ割って2本目と3本目取ったのは全員割れん。1212。まあまだ始まったばかりですね。まあまだまだ序盤なんでね。まあ5戦10戦終わって、まあ、互いの動きがバレ始めてからが本番とも言いますか。す、ね、まあまずは5試合やってくるでしょう。そうだね。互いの調子とどこで何をしてくるかの確認をしてからって感じがあるね。マスコゲーム。まあ実況からするとどういう読みやしてるのかわけわかんないけどね。まあなんかすごいね。お互い読み合いが噛み合ってない時がある。あるね。さあグラッツも防衛2周。やっぱり片方に合わせていくのは大事です。レベルを上げる下げるというを言いますか。読み合いの大事です。さあここは着地ずらしだったが、僕なんかレベル下げるのか上げるペタッ。レインワレンはクロスキーズリアが立ち回り結構酒を見せてるんで、見てからダッシュビーとか出せるとまあ難しいよね。なかなかここは吐いて、まあ走りに行きたいっていう、まあ運びますね。アイゼン、あずっと飛んでくる。駒だけがミス。アイゼン、あ、違う、それじゃない。ケアしたかったね。うわ読んでいる。アイゼン、アイゼン、死なないかな。ゴゴシキカウンターヒット。ペアかなんかしたかったんじゃねえかな。結構早めに5シーぐらい入れたのかなあれは。さあカウントヒット。今読みは当たったけど早かったね。画面端へ裏回って、目まぐるしいね。しかも赤投げ落として、お前端に帰れよみたいなよ。じゃんえ。さあ割れちまう。V よたまらず V よ。ゴシーいい場所で打ってくれ。惜しいや、まあ台風にも使えるからね。さあそれは良くない。ジャンゲージロでちょっとやったけど補正ひじりになってしまって、意外とこういうのは心が折れるよ。なげ、これは決まったでしょう。あやめちゃん、あやめちゃん、さあ2勝2敗。いい勝負。いいね。予想を裏切っていい勝負。うん、さっき 10-0 って言ってたね、まあ、そんなことない。今横波状態だから、できれば先にちょっと2勝リードしたいね。そうね、先にリードした方が流れを取る感じかもしれないですね。気持ち楽だからね。ファーストクローズリバイド。開幕はおお、まずワレンか。さあワレンの独特の頭からダッシュビー。さあまたどうやって近づくかという相談。さあ失敗シールになってしまった。あたたたたたたピョーン投げすか。あー水中ピョンピョンするんじゃ。さあスカシーラン氷に引っかかっちゃうようだと、ちょっと辛い、ね、ダメージを取られちまう。暴れている。我らはグラップストーンに使える行動が少ないからね。まあそうね、少し楽できるんだけどね。なんかさあ逃がさないよ、通らない。ゲージもしっかり回収。素晴らしい、倒しきる。151-200、いいね。さあクロスキーミキリアの流れが来ているか。まあ距離を空けて、あれ手出しにくいんだよね、ああいう空中にいるだけっていうのも。捕まえるためには結構ワレン側で逆タック通さないといけない感じがしますが。そうだね。さあ結構強気な出し投げだったが、ジャンエースがカスッとになって半角になってしまう。画面端、さあやばい、バレンの足へのプレッシャーは結構やばい。勝利から暴れつし、ちょっと遅かった。わお、ジャンシータク声でアサルが苦して、お前もうそろジャンゲーするだろみたいなさ。まあさすがにバレてますね。
ぶっ飛んできた。ビーフレン当たる。間に合わない。投げた。ビーフ漏れたか。ああ逆になってる。ダッシュ。ダッシュビー技だ。ただなかなかどっちも流れをつかみかけてるって感じですかね。まだね。これマークのが打ちただけですよ。またこの距離走り。おーガンチーゾーンだがシエスはないので繋がらない。あー飛び。さあいいタイミング。カーンスカヒットでインクルスダンシーの方か。そこそこいいダメージ。置き攻めもいい状況。わーこれ出ました。これは間に合った。しっかりタイムも見ていた。いいね。 5B5 これは倒しきれる。さあこれで23か。23デイン・ワレンが一歩リード。あバルトスさんがいる。次なる強者か。さっさとおはようございます。あらバルポさんどうも。いいね。さあいい勝負。いい勝負。まあ本人がね結構五分つってたんで実際五分かもしれないですね。ただ勝てよ第3位エルト。あ違う違う、そっちのバルトじゃない。俺たちが言ってる勝てよ、あの明け勢のバルポの方がいいから。そう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 、あのエルタムって家庭用でいるんですね。バルコーって人が。あそうなんだ。俺たちってバルコさん、その人ではない。カフェオパス、ゴールド使いのバルコ、バルコさん。わあわあ、さあプレッシャー重視、中段通る。ここで初めて来たね。さすがに痛いダメージが温めておいた中段を食らってくれ。シーズは渡していく。まあ使われないんでね。さあ投げ暴れは許さない。バレンは意外とジャンからのインクリスジャンシーのタクはね厄介な固めではあるね。さあシールドグラを潰して落としてしまう。無理を使って使って2人ともすげえことになってるけど。怖い怖い。なんだそれは。ああああああとりあえず打っていく。はいで使って CS は割れてくる。回収したかったか。取ったできてる。買って読んでたけどちょっと反応が遅れたっすかね。読みやったらジャンキー C ではなかったね。あれ普通に2B とかでよかった。バレンは遅いからちょっと怖いね。いや間に合うんじゃないかな、ちゃんと読んでれば。うん。さあこれやばれ。もしかしたら画面端、ね、うんそう渡辺うんそう株式会社までということで。バウ今度は抜ける。バウ殴りて。さあ割れしまう。中段補正切り。ここに来てこれは死んでしまうか。当たるこれ当たる。さあいましたね。2勝4敗で定員割れが本当に一歩リード。ここに来て、ここに来て差がついた。はいえ灰皿。あ灰皿あるよ。大丈夫大丈夫。跳ね回ろうとこの腕が貴様を。おタバコを吸いたい。改めて言わずと。さあ辻さんがコンタクトをやめて。あまああそっか今日コンタクトかメガネしてないとフルパワーモードですかね。まあまあやりやすい環境でやってください。なるべく、ね、あ僕はどっちも経験してから分かります。目めっちゃパッサパッサするんですコンタクト。パッサパッサーゴみたいな感じでやばい。メガネっ子じゃないのかっていうコメントが来てしまって。えクロスキさんメガネっ子説。ここだってすごそうメガネ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 みたいな。いや僕は普段装備してないから。ああとマークもメガネっ子ですよ。コメントが見えない。いやーあーっとここは投げを見せかけた。まずバーストタッチは互いやあいつかゴムゴムか。あいつあいつどううまく通したグリッドも来る。ジャンジーカウント。おおなんだその動き。お疲れえい。さあ置き攻め乗られて予備入れ込み暴れ潰すという噂。まあ今のみたいなグリッドがもう取られそうってとこで、まあ、あえてあそこでワレン側がアサルトとか強気なタクに行けるとまた一つ上の読み合いが始まりますね。そうだね。 V を打ってしまう。まあだが CS は来た。これがあれば何でもできるってこのゲーム。さあうまい。これは何でもできた。今まで見せてなかったのでこれは通る。 CS は吐かない。いや死なないからね多分。
中段もう一回中段振りに行きたかったって感じ。まあ有利状況なんで有利が作れるので縦寄せなんかはね、あの辺よく見るといいですね。個人的に押しは今のは見てからでしょう。おさあうまいスカにしっかり合わせた。そして距離を離さない。さあここは2ミリと噛み合った形、狙いは悪くなかった。さあまた近づくためのお仕事が始まりますと。おー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 、さあジャン A からワオ投げ切ろう。外されてさあまず離れるか、これはまずい。あー西遅らせっぽい。結局カウンター、距離がまた空いてしまった。また近づくための作業が始まりますよと。おー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 、まずはどう出るか、まあ、まず足を逃げましょうと。そして上手は出す、西は間に合わない、遅すぎる。タバの三振がゴールドの西なら勝てるのに。だからこれは倒しきる。いいね。ただいいね。ゲイ状況は夕張店員の有利。まあでもユリハならね、そんなゲームに移動するタイプじゃないから。まあさあ2位からこれは橋へ行ってしまう。よいしょ。まあ画面合わせて5勝タイと。まあゲージは一応持ってますが、カウント1回は暴れ暴れている。さあこっから何を選択するかが。さあすぐさま暴れてきた。さあ右がハイカウント、おそらく先だろう。右あたりか、もしくはさあ中段はしっかり、わあ熱波で下げて行ってますね。さっきから熱波してるんで、まあ他のタクそろそろ見せた方がいいですね。ねえ、あそこであえてアサルトみたいなね。わあ、あ確定です。クロスさんはさっきからちょこちょこコンボ落としてるのがもったいないね。落としてしまう。おーそこで取ってくる。あとワンコンだけど、ジャンシーワンコンだよ、かっこいいって。ヒールディストを見てから、だからこれはまあさすがに倒しくれるんじゃないですか。さあ個人的にはですけど、ノーマルカラーのイミターセグリスト、画面が紫になってちょっとかっこ悪いんですね。スピサーの色が真っ赤になってかっこいいんですよね。というちょっとしたコメント。みんなどれいな、なんだかんだいい勝負。赤月なんかもなんか神風の色がちゃんと変わってかっこよくていいですね。メルカワの血しぶきの色変わんねえかな。白なんねえかな、白にみたいな。白やめよやめよ、まあ見ましょう。わー裏にもある、かなり裏回っても当たる。これがワレンのジャンシー、いいね。さあ見てから投げられれば割れたが、下に 2B を差し込んで、オーパルもといったところか。はい、できる。中段当たる。ジャンニーしたところに入れないか。まあでもゲージは100超えてる。しかも1回分のシールドもある。まあ、ちょこちょこクロスさんがなジャンニーを見せてたんで潰しに行った感じですかね。この辺の対応を早くできる方がやっぱ勝ちにいけますね。夜勤明け、多分タイガースさん、え、島田先生じゃない。どうなんだろう、どっちだろう。危ない、えい、あまりに引っかかるが、また近づくための作業が始まります。まあまずは落ち着いて、ワレン職人の朝は早い。うまい、いやすげえ、どれ絶対タイガースさん。タイガースさんは福島から応援してる東北の虎。投げ暴れ、えい、あれしっかり低空野営にしとけば有利だ、有利だから多分投げには負けないはずなんですが、うん、多分ちゃんと低空野営になってない。野営は逆波動だっけか、あれ多分まあちょっと高めにやっちゃってんじゃないかな。えい、まあでもここごの読み合い。ああ、レバー回してたのが見えた。回収できなかったけど壊しが当たっちゃった。はい、ミスる、いやでも知らないね。おっ、シードレー抜けて、さあシードレー、キャオスタックかけてくる。さあここで夕張ワレンが5勝。力強い味方が来てるけど大丈夫、後ろに。あ、布施さん来た。